はい。皆さん、こんばんは。質問配信者のグッズでございます。今回ね、30 Minutes の、アルト空中仕様型のね、ネイビー、まあ、ネイビーなんですけど、他に色あるのかわかんないけど、それのね、やつを開封だけします。アルトのね、この間アルトとエアファイター合体と、またちょっと形状ちゃうのね。こんな感じで、飛行形態がすげえかっこいい。前のはちょっとこう後ろに長かったけど、顔がすごいかっこよくなってる。あと、まあ、多分ね、エアファイターと大体似てると思う。まあ、比較したいけど、武器がね、2個ついてて、ロイロイもついてくね。で、まあ、アルトのネイビーバージョンも一応変更できます。ちょっと開封してみましょう。開けてみろやと。おぉ。あ、でも渋いな。はい、灰色調グレーの成型色と、黒いダークブルーね。またダークブルー。ダークブルー好きやねんな。ステッカーある。あ、そうや、最初のやつやからね。ダークブルー。やっぱダークブルー結構綺麗ね。なんか見てて。ダークブルーだ。やっぱりこっちのでかいやつは、やっぱりクリアパーツとか綺麗でね。これは A パーツだね。いつもの A パーツ。あ、こんなもんか。で、説明書を見てみましょう。こんな感じで、空中仕様型のアルトなんですね。でも2個10ついてかっこいい。オプションパーツをつけることね。アルトの売ってないのね。あ、でもこれはあるわ。これはもう今、こうて、動画で作ったわ。動画じゃないけど。あ、でも、簡易組み立てが、すげえ簡単に説明した。簡単に説明されてる。カラーコーディネート、同じ機体の複数、そう、複数持てることで、だからね、ここにね、ダーク系のね、ホワイトないんで、あるとあるんで、これの組み合わせで、いろんな色を楽しみにすること、こんな感じで。あ、めっちゃかっこいいやんけ。すげえかっこいいんだね。いた、うるせえ。あ、こんな感じか。これが、アルトの、エアファイターと一緒か。いや、違うな。え、これなかったもん。あったっけ、こんな。あ、これあったか。でも、ここに、これがそのままついてんだな。ここの下の車輪がない。え？あ、でも、ちゃうわ。下が違う。なんか足みたいに生えてる。長いやつ。ダラーンってなってんだ。で、アルトの作り方で、アルトの赤をね、やっぱりね、変えれるんだ、形状。体とかも、あ、変えれるんだ。やっぱり体変えれるね。足、手とかも一緒か。足の形状が違うぞ、多分。足が違う。こんなんじゃなかった。あ、ほんま選んでやから、足形状ちゃう。あ、エアファイター。足が生えてんねんね。あ、違うわ。この足を、ん？分解してこれをつけるんだわ。あれ？何これ？元仕様の足とまた違うのか。足が3タイプに変化できるのか。あ、そうやな。足の形状変えなあかんからな。空中仕様型と。あ、そう。これは単体で飛行機にはならんのね、ほんだ。でも合体して足をつける意味があった。これまだ付け直すもんね。ウェポンも。別にそのままくっつけてもいいのか。足を変えてエアタイプにすることもできるんだ。遊び方いろいろだね。ここだってバーニアみたいについてるからさ。普通の足も稼働してもね。
え、でもここからバー出てるねんけど。これはないんやね。また違う系かな。まあそんな感じやね。今回ね、以上ですね。今回紹介したのね、アルトの、空中特化型の、空中使用型のアルトでした。で、デイビーね。今回以上です。どうでした？また見てな。じゃあね。バイミー。